ハリー杉山参戦第2回プレミアリーグドラフト会議。ワス FC 我々は降格しないぞ。せーの、お願いします。サッカーアーセナルからルークショーとか、ね、トレントのクロス潰れたアントニーのところに逆さらコンビで、まあ、先週の配信でお届けしましたけれども、ドラフト会議盛り上がりまして、はい、かなりあちらで尺を使ってしまいましたので、はい、ここからはちょっと若狭さん、コンパクトにいかないといけないんで、いつもそうなんですよ、はい、ちょっと喋っちゃうんですよ、長くなってしまう、すいません、お付き合いいただきますが、ありがとうございます、よろしくお願いします、嬉しいです、お願いします。あの現時点、収録の段階というのは、実は9月16日の木曜日なので、うん、第4節を終えた段階ということになるんですけれども、はい、まあ、今、ね、今期ちょっとスタートして、ここまでというのを、ちょっとハリーさんとお話をしていただきたい。いや、楽しいですね、楽しいです、うん、どうですか、まず、まあ、ちょっと、まあ、順位でいくとビッグ4というふうにまあ言われますけれども、それにエバートンが入ったりとかブライトンがみたいな感じの順位にはなってきましたけれども、うん、どうですか、ここまでご覧になってどんな印象ですか。全体像ですよね、はい、全体像、我らがアーサの話じゃなくてですよね、はい、アーサの後ほど、後ほどですよ、はい、分かりました、まあ、全体像でいうと、はい、まあ、ちょっと、まあ、チェルシー、まあ、ルカク加わった後 の、 そのゲーム の、 その、 あの、はい、進行の仕方とプレースタイルっていうのがものすごく確立して、はい、ジグソーパズルの最後のワンピースっていうのをルカクが参加、まあ、入ることによって、はい、あーって思っちゃうところは多々ありますけれども、ありがとうございます。カズヤさんどうですか、まあ、ファイナルピースみたいな感じですか、ルカクだと思う、うん、あのフィットするまでにもう少し時間がかかるかなって実は思ってたのね、はいはい、あのセリエとプレミアじゃプレー強度が全然違うんで、うんうんうん、ましてセリあチェルシーみたいにレベルが高くて注目度の高いチーム行くと、うん、あんまりメンタル強くないってルカク聞いてるから少し時間かかるのかなと思ったら全然そんなことないじゃんいやもう怪物ね。それであの割と丁寧に中盤作ってるような印象があったけど、トゥヘルが来てから、うん、でもルカクになったら雑になったっていうんじゃなくて、中盤すっ飛ばしても、うん、ルカクに合わせて何とかできるっていうのがあるから、うん、やっぱファイナルピースだったら教えないね、あれがね。ルカクのフィニッシュの才能っていうのは、うん、長年見てきましたけど、こんなに良かったっけっていうぐらい、うんうん、決定率高くないですか、うんうん、マンチェスターユナイテッドにいた時はもうちょっと別人ですよ。ユナイテッドの時より明らかに体絞れてるし、うん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 、オーバーウェイトでしょ、ユナイテッドの時ずっと、うんうん、ベストで常に10キロ近く持ってこなかったって自分でも言ってたし、はい、それで、うん、少しなんかね、あの時ユナイテッドチーム自体も悪かったから、うんうん、ルカクもあまりメンタルも良くなかったみたいだけど、はい、だからインテル行ってリフレッシュして、でいろいろと、うん、心も体もリフレッシュして、で、うん、チェルシーでなんか水を得た魚じゃないけど、うん、中心として扱ってもらえてるから、すごくいい気分でやってるんじゃない。野村さんの気持ちいかがですか、はい、ありがとうございます。もうね、もうすごいパワーアップして戻ってきてくれたんで、ね、でもともと実はポストプレイで自分は好きじゃないって言ってるじゃないですか。うんうん、だけど、イタリアで確実にあれは伸びて、うん、でポストプレイもね、確実にこうやってくれるんで、まあ、幅がさらに広がったじゃないですか、うん、でルカクさんのこう使い方がいろいろ使えるんで、うん、もう本当になんかプラスアルファはすごいあったなっていう感じで、なんかこうやっただけでブロックできるしさ、はい、なんか別に掴んでるわけじゃないけど、はい、ちょっとこの左肩当てながら、はい、あのマーカーちょっと牽制したりとかさ、なんかその辺も上手くなったと思うし、うん、なんかなんだろう、とんでもないのキャラと思った。いや、本当、うん、勘弁してくれよっていうところは若干あったりします ね、うん、すね。あとアロンソもなんか随分キャリアがまた、ね、咲き始めて、はい、もうごめんなさい、終わったっていう表現よろしくないんですけれども、前の監督の時からほぼなんか追い出し部屋に生まれてたじゃないですか、はい、そうだったね、まあ、ルディガーもそうでしたけれども、うん、はい、そのあたりもなんか見事に、まあ、むしろこのタイミングでピークを迎えちゃうの大丈夫なのかって心配するぐらい、うんうんうん、続くのかなって。そうですね、まあ、今後ね、どうなるのかっていうのはありますけど、うん、まあ、トゥフェールのもとね、なんかうまくまとまってるので、ちょっといいかな。あとはあれだよな、あの上にいるお二人さんが余計なことしなきゃいけないんですね、はい、いつも毎回そこが問題なので、 そこだけだ、結果が出てればチェルシーは大事なので、うん、結果を出し続けるしかないんですけど、トゥフェールさんそれなりに言うじゃないですか、メディア上で、はい、上に向かってのそのフラストレーションっていうのは、はい、だからそこですよね。そうですね、はい、ただ思ったほど、うん、ただ昔ほど言わないんですよ最近。いや、でもさ3連敗とかさ、2分け1敗でなんかガタガタ言い始めるのが、はい、裏のスカイアとその上じゃないか。そうですね、裏のでしょ、うん、2分け1敗で読んだらそんなチームないじゃん普通、うん、まあそうですね、だって過去を考えるとね、あの何でしたっけ、イスラエルの監督グラント、アブラム・グラントですか、はい、あの時もそうですし、うん、
まあ、急にいなくなりますもんね、はい、そうですね、うん、もう本当急です。もう監督もコロ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 、はい、変わるんで、もうそれはもうある意味もう受け入れてます、ね、なるほど、はい、それがねチームの作り方なんですか。もうしょうがないですね、ここから。だから結果を出し続けるしかないです、うん、はい。どうですか、まあね、今ね、エルカクの話もありましたけども、はい、いろいろ新加入の選手も入って、各チーム、まあ、監督が変わったりとか、だいぶ変わったチームもあれば、変わった選手もいますけれども、なんかここまでで、なんかこの選手面白いなとか、なんか気になるチームとか、まあ、例えばですよ、スパーズが、うん、まあ、監督も変わって、まあ、本当、ハリケーンが出ていくかなと思ったら残って、はい、意外と、ね、開幕から3連勝だったりとか、うん、ちょっとライバルからすると、ちょっとどう見てるのか、まあ、でもその改めてソン・フンミンの偉大さっていうのは、まあ、ソン・フンミンがいなくなったパレス戦で、僕はかなり感じてしまいましたよね。はい、あれ、結局、シュート数ほぼ1ぐらいしかなかったですよね。そのゲームの作り方っていうのもかなり限られてしまったところもあり、あれって思うぐらいソンに依存してるところあるんじゃないかなと思いましたね。うん、僕一人、はい、加瀬さんも好きな選手だと思うんですけど、これブライトのビスマ、うん、これちょっとアースが取れなかったら痛いなと思っていて、もうビスマってネクストカンテじゃないですけれども、やっぱりさらに咲く選手だと思うんですよ、うん、はい、次どこに行くのかなと思って、うん、なんか冬は争奪戦になるってみんな言ってるよ。あ、やっぱそうですか、うん、いや本当にこの夏動くんじゃないかってずっと言われてましたけどね、うんうん、だから多分冬の間の方がひょっとしたら値が張るのかもしれないし、KF のネスまでは分かんない、ね、冬ね、でもなんかちょっと見たい気がしません？昨シーズン、うん、期待値ではもうブライトンそれこそ、まあ、上位4位ぐらいに行ってもおかしくないようなね、うん、ちょっと決定力がっていうのがあったんでいかなかったですけど、今、うん、シーズン結果出てるじゃないですか、うん、ビスマンも含めてこの感じで1シーズンまたもしかして冬にすごいストライカー入ってきたりとかしたらどうなるのかとか、ちょっとあのブライトンは1シーズン見たいなみたいなのはあるんですよね。まあ、確かにもっとね上に多分羽ばたいていく選手だと思いますけど、ビスマはリバプール、アーセナル、ユナイテッドをみんな狙ってるっていう話だし、はい、ここへ来てなんかシティもちらついてきたし、うん、シティはそこ絶対いるじゃん。まあそうですね。事情ね、もう36、7でしょ。うん、その後のまま絶対そうだね。でもなんか最近ニュースでシティそれこそそのポジションはカルビン・フィリップス、今なんかペップが気に入ってるみたいな話を。でもペップが一番欲しいのはあれだぜ、ベリンガムなんだぜ。ああ、そうですね。そうですね。でも、ベリンガム、ああ、そうか。でも、ああ、そうなんですよね。うん、でも、ベリンガムは、まあ、確かに、でも、一人の、なんか、アンカーのイメージです。うん、僕は、なんか、わかんないですけど、並びか、もうちょっと前で使うか、のイメージなんですけど。アンカーのインタビューの時に、うん、アンカーでこう使って、アンカーの動きを説明しながら、そこで具体名でベリンガム上げたんだよ。ああ、うん。ここじゃんだと思って。顔がニッコニコしてんの。うん。いや、でも、いい選手ですよね。ね、イングランドも次は次へと分かって出てきますもんね。いや、だからもう、ちょっと前、考えると、うん、若手そんなに出てこなかったじゃないですか、うん、それこそジェラード・ランパーの、はい、あの時代から急にガクって落ちて誰も出てこない、はい、で右サイドバックのことを考えると、うん、こんなに悩むことができるこの幸せ、うん、あとイングランドその代表の永遠のテーマである、はい、左サイドですよね、はい、でそこに新たにグリーリッシュっていうのが生まれて、うん、もうサッカーもいるし、うん、はい、ちょっとイングランドもう本当に次ワールドカップカタール、はい、かなりこれ面白いんじゃないかなと。かなり面白いよね。ずっと昔からもライアン・ギグスがもし彼がイギリス人だったらとか言われていたじゃないですか、はい、でスティーブ・マック・マナマンとかいたじゃないですか、はい、あの時代たまに気がついたらデニス・ワイズが左サイドやるみたい、うわ暗黒の時代もあったりとかあったし、はい、まあ、でもあとちょっとこれあんま話されないかもしれないですけど、はいはい、ブレントフォードが失点がまだ2しかないっていう、はい、ここもちょっと予想外なところもあったりしますね。いいチームですもんね。やっぱね、データベースというか、ね、ちょっと面白いチームの作りをしてるじゃないですか。はいはいはい、はい。ね、いろいろな数式でいい選手を連れてきて必ず成長するみたいな。うん、いや、こういうクラブ面白いですよね。うん、運動量落ちないからね。うん、そうなんですよ。うん、かね、あとかといってそのなんてどっと頭でっかちにならずにしっかりとこう戦えるっていうのが、うん、ね、うん、はい、うん、あの監督くせ者かもしれないね、やつするとね、はいはいはい、うん、ちょっとねアーセナルのちょっと順位がっていうところはありますけど、やっぱりウエストハムがすっかり安定してきちゃったよ。これは怖いですよ、うん、昔で言うと、うん、ちょっとボトムスルーちょっと上ぐらいにいたウエストハムっていうチームが、うん、モイズですよ、うん、はい、モイズ監督もマンチェスター・ユナイテッドあとかなりのレピュテーション評価がガクって落ちたじゃないですか、はい、うん、そこからここまで持っていく、はい、モイズのこの手腕っていうのはお見事としか言えないです、ね、僕妄想の中ですけども今トップレートしている監督っていうと
モインスとあとはブレンダン・ロジャーズですね、うん、ブレンダン・ロジャーズ、うん、次みんな欲しがってるんじゃないかなって。確かにどこに行くかはね、うん、またもう一回っていう感じですね。すごい施設だねレスターね、うん、新しい施設なんかいろんなもの揃ってて、はい、練習場とか、あのなんそのなんの、医療設備とか、はいはいはい、ライブハウスものすごい100何十億円近く投資したのかな、うん、すごい あのクラブハウスというかセンターをトレーニングセンター作ったので、意外とブレンダーそこで長くやるのかなっていう気もしているし、はい、なんかいろんなクラブ見ると、うん、オーナーとファンと選手たちの関係性、うん、レスターは素晴らしいですね、うん、もちろん悲劇っていうものがあったんですけども、うん、それ以降その例えばシュマイケルなんか結構昔にもう、はい、違うチーム行ってもおかしくない、うんうんうん、そういった選手たちがしっかり残るし、マディソンなんかちょっとアースナルなりセキュバさんあったりしましたけれども、はい、絶対行かないじゃないですか、どう考えても、うん、下手したらもうビッグ4だった時代がビッグ6から、うん、気がついたらアースナルいなくなったこのビッグ6がどんどん固定されていくって、うん、そこにウェストハムが加わっていくかもしれないって、うんうん、思ったりした時もありますけど、ね、うん、ウェストハムの連動性はやっぱプレーリーグ屈指ですよ、うん、前からプレスした時の後周りの動き方とか、え、モイズってこんなコンパクトなフットボールできるんだと思いながら見てるし、うん、コーチがすごいのかそこまで分かんないけど、コーチね、いろんな分業制なんですよ ね、うん、かつてのレジェンドたちもね、いっぱい入ってるし、うん、はい、あ、そっか、モイズがいて、で、コーチ陣、コーチ陣は例えば、ケビン・ノーランと、うん、ケビン・ノーランチキンなんですね、そうそうそう、そう結構いるんですよ。あと、ね、結構いますよね。サイコピアスいる。サイコピアスいる。ピアスいます、うん、はい。サイコピアスもいるんですか。はいはい、うん、マジか。もうちょっとウェスタムちゃんと見なきゃいけないなこれ。ケビンノランはよく映るけどね。ピアスよりノランが全然見てないです、うん、ピアス。ピアス前だってイングランドのニュースとか。左サイドで PK 外して。うん、あ、でもなんかその後コーチとしてニュースとかやったりとかしましたよね。うんうん、いや覚えてますよ、左サイドで。うん、サイコ。でね、確かにだってメンバーもすごいですもん、うん、ウェストハム結構各ポジション揃ってますよ、うん、いるね、うん、でそれこそ、ね、先ほどの名前はブレントフォードの、うん、まあ、育っていったベン・ラーンもいるわけじゃないですか、うん、そうね、はあ、うん、あとはライスが引っこ抜からないことで、そこでじゃないですか、うん、一番多分、うん、もうどこも欲しいじゃないですか、うん、相当な額だと思いますけど、うん、多分、100億どこじゃないんじゃないですか、だからモイズが100億出せば売るってみたいな話出てたじゃないですか、出ました、うん、日本円で、日本円で100億、はい、出てくれないです、100億ですか、100億出せるチームあるからな、多分、うん、マンチェスターの両チーム欲しいですし、うん、多分まあチェルシーももともとっていうのもあるから欲しいでしょうし、どこのチームも結構狙いに行くんじゃないですか、まだ22、3、4でしょ、だから100億費用対効果考えたら出せんだよね、あの辺のチームはね、うん、将来の投資って考えたらイングランド人ですね、うん、ホームグローン狙う、ホームグローンってこんなに大切なことになると思ってました、初め聞いた時、初めどうせすぐなくなる人と思ってた、だってそもそもね、アーセナルベンゲルさんの時はどちらかって言ったらそうじゃない方法だったんですよね、完全にそうでしたよね、うん、だってホームグローンのためにベン・ホワイトとかラムステール取ったわけですから、そうですね、お、せっかくアーセナルの話になってきたので、はい、そろそろ行きますか、いいですか僕は今日はね、せっかくアリさん来ていただいたので、はい、まあアーセナルのねお話っていうのは多分今モヤモヤしてる方多いと思う、あ、これ、なるほど、わかりました、すいません、あの、あ、特に期待しないでください、うん、すいません、あの戦闘モードということで、はい、日本では買うことができないアーセナルタンクトップを、はい、イギリスから、はい、発注して取り寄せました、しかも HS ハリー杉山っていう入れさせていただきました、あの下も実はねフルキットなんですけども、はい、それはやめときますもうなんかあまりにも一人だけちょっとやばいやつがいるように思えたり、はい、思っちゃうと思うので、まあ、アーセナル今のねリーグポジションのこと考えてみると、はい、1886年にあの創立して今まで13回のリーグタイトルを取り、はい、14回の FA カップを取ってるチームが、はい、どこですか、16位って意味が分かんないですね、なんならもう2年連続で8位で、皆さんエメリーの時代を思い出すと、はい、エメリーさんって比較的そこまでチャンスを与えられず、まあズルズルいってしまったんですけども、はい、ファイアされたじゃないですか、はい、だけどアルテタさんのことを考えてみると、うん、だってもう今回3シーズン目2シーズン連続で8位、うん、ヨーロッパも行けてない、正直昨シーズン終わった段階でいなくなったらおかしくないと思ってたんですよ、はい、で今年の夏
いくらでしたっけ、240億弱ぐらいの移籍金、はいはいですね、どっからアーセナルそんなお金持ってきたのって、はい、エミレーツスタジアムの裏になんかそのなんかオイルマネーでも発見しちゃったのかっていう遺伝が出てきちゃったのかっていうぐらい、はい、どっからこのお金が出てきたのかと思いますし、ただしあのアーセナルファンって今アルテタアウトとアルテタも信じろっていう名前なんですけども、うんはい、結構前までもういい加減も未来が見えないでしょと思ってたんですよ。 あとプライドが高すぎて、そっかだってもう監督として実績ゼロじゃないですか、ぶっちゃけぶっちゃけ、もちろんその、はい、あの取りましたよ、うん、FA カップを取ったけど、うんはい、ただしねペップの下でいろいろ学んだと出てきたの割には、はい、一人一人の選手に対して扱いがかなり心がないというか、例えばセドリックとか、はい、それこそマリもそうですけども、うん、スタメンに結構出てる、しかし急に全く出ないような時あるじゃないですか、はい、ナイレズもそうですよ、FA カップ優勝した時にも、ね、これで定着すると思ったら、うん、いやいや違うみたいな、うん、でそれがもう一番気になるのがサリバっていう選手、フォファナのことを考えると、はい、何をどういうつながりでコラシナツがシティ戦でセンターバック使われて、はい、サリバなんか使えないみたいな、いろいろアルテタのロジックが分かんなくて、許せないところが多々あったんですけども、はい、この遺跡を見て、はい、もう一回もしかして信じていいかもしれないって、はい、すごい今ブレてる、ぶっちゃけかなり。遺跡どうですか、このアーセナルの遺跡見て。この何年かを見てると覚悟を決めた補強だと。ですよね、うんうん、あの要するにイングランド系英国系に舵を切って、はいうん、しかもほとんどが25以下でしょ、うん、そういう選手を軸にじゃあもう一度作り直そうっていうところの、うん、大きな方向転換だと思うので、そのやり方は間違ってないと思うんだよね、うんうん、だからやり方は間違ってないんで、あとはアルテタにどれだけの時間を与えるかだよね。もうお金は十分与えたから。そうです。うん、そうですだからちょうど今ノリッチ、はい、バーンリー、スパーズで、うんはい、もしここで2勝1分け、あ、2分け、2敗1分けとかだったら、おそらくもういなくなると思ってたんですよ。うん、ただしもノリッチ戦に、ノリッチ戦を見て多少の希望が見えたんですよね。ただこの新しいエネルギーっていうのが本当に新たな時代に向かうのか、それとも新しい監督が就任するみたいぐらいに、あの、ちょっとだけリフレッシュされて、またズル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 いくのかっていう。僕はこの、遺跡はかなり、うん、評価したいです、うん、この間4231でそれこそ6人中5人もスタメン入ってきて、うんはい、レノレノ落としたと思ってラムズデール入ってきて、はい、ラムズデールってやっぱチームのムードを一気に変えるちょっとしたゆるキャラ的な要素が見えたりして、はい、その富安の関係性とかもロングフィールドとか足元がしっかりしてる、はいうん、もう何回レノからジャカ、カスタレール、うん、そこで最終的に決められる、もしくはセドリック、バックパス、ああ、やっちまったみたいな、うん、もう結構ね、自律神経ぶっ壊れてますよ、うんうん、ただ希望は若干見えてるけど、どこまで信じていいのかっていうところを考えたりとかしていますね、まあ、これ以上のどん底はないところに落ちましたから、はい。あ、そろそろ落ち着いた方がいいですか、いや、そうだなと思って、テンションでいいよ、うん、いやだから、うんメイトランドナイルスとかね、うん、自分のインスタグラムに開けちゃうわけですよ、はいまあそうね、もう勘弁してくれよって、うん、自分がやりたいのはサッカー、うんうん、僕を欲しがってるチームに行きたいだけよっていう、うんはい、そんなことしたらもうチームの中で の、 あのモチベーションっていうかハーモニーがぶっ壊れに決まってるじゃないですか、はい、でもその直後にナイルスをセンターミートに使われてたは、うん、ああもう本当にもうあのなんていうんですかね捨て身というか、うんもう覚悟しているところは評価したいと思います、うんうんうん、これで、ね、そういった形でもここで開き直ってですいい選手も入ってきた、これでどういうふうにここから、まあ、持っていくかっていうところあると思うんですけど、どうなんですかね、こう、まあ、確かに将来のことも考えて若手を取ってるじゃないですか、うんまあ、確かにベンゲル監督の時もやっぱり若手主体だったじゃないですか、はい、多分僕の中でアーセナルが強かった時って核がいたと思うんですよ、うんうんうん、でそれこそ今オバメアがキャプテン、うん、でこの、で、ジャカは、ま、ちょっと、またちょっと、ね、あの、レッドカードみたいなところもあったじゃないですか。アンドゲーのジャカ。ね、これ、誰が、じゃこのチームを、こう、引っ張っていくというか、その核となる選手は、誰なのかっていう。ベンゲルさんの時はさ、やっぱり、ベンゲルさん来る前からいたじゃん、フェルスが。まあ、いましたね。うん、そうですね。はい。で、あとはもう、ビエラだって、そういうタイプのあれだったでしょ。だから、そういうことを、歴史を振り返りながら考えると、いないんだよベテランでそういうタイプが、これが本当に一番重要なポイントで、うんまあ、トニー・アダムス、はいまあ、ソル・キャンベル、はい、であのフェイムスリー・ディクソン、うん、ナイジェル・ウィンター・バーン、うん、スティーブ・ボールドっていうのが作ったインフラっていうものがないんですよね、うん、で
あの方々と一緒に肩を並べるぐらいのリーダーシップ発揮できるって言ったら、正直ティアニーだと僕は思ってるんですよ。ティアニーって、オーバメアンは素晴らしい選手かもしれないけど、僕はバイスキャプテン的な存在だと思ってるんですよ。だってチームを鼓舞してやるぞっていうのは、ヘンダーソン的な、じゃあロイキン的な、ビエラ的なことをできるかって言ったら、できないと思うんですよ。じゃあ誰がって言ったらもう未来のティアニー、だけど空気を読まなきゃいけないわけじゃないですか。だってオーバメアンがキャプテンなわけだし、でジャカって言ってもジャカはジャカだし、そこなんですよね。だからそこでティアニーとかラムズデールと面白いと思います。ラムズデールはかなりリーダーシップ的な存在がこの間の試合見て感じましたし、ケミストリーが見えたんですね、久しぶりに。ラムズデールってちょっとしたデータあるんですけども、そっか、なるほどね。75試合中、はい、決定的なミス、ゴールにつながってしまうのが3回しかしてないんですよ。レノが90何ゲームで8か9回ぐらいやっちゃったりとかしてるんで、もうこれもラムズデールの時代が来るんじゃないかなと思いながら、そこはアルテタうまくやるんで、おそらくスパーズ戦とか使ってくるんじゃないですか、またレノ、バランスを取りながら、ちゃんと競争をね、作りながら。でもプレスとかもね、また良くなったし、この間の実戦とか見たりとかするとポジティブなことはいっぱいあると思うし、あとやっぱ富安選手に関してはちょっと皆さんともお話ししたいと思うんですけども、最初富安選手の移籍が決まった時にはえっと思ったんですよ。なんかスパーズの、ね、ずっとスパーズの話だったんですよね。でも冷静に考えてみると、アルテタが欲しがってる空中戦が強くて、両足ちゃんとビルドアップできる選手っていったら富安選手だと思って、僕はもうめちゃくちゃ興奮しました、一回落ち着いた後。これノリッツ戦見て、あの空中戦一回も負けないで、あのかなりいい感じにブレンドできたと思うんですけども、お二方どうでしたか、富安選手のあのノリッツ戦とか。この番組でもよく話してたんだけど、とにかくあのイタリアですごく守備者として高く評価されたから、まあおそらく通用するだろうってなって、で、スパーズがもちろん優先順位一番高かったはずなのね、スパーズの、FD になったパラーティチっていうのが、まあユベントスの FD だった、ディレクターだったから、それがご就寝だったので、で、スパーズ行って、パラーティチと富安の間で、交渉があったことはどうやら確か、ただそこでヌーノ監督がポリバレントなタイプのディフェンスじゃなくて専門家が欲しかったんだよ、なるほど、でそこでちょっと、スパーズの富安がなくなって、でも同じぐらいでやはりアーセナルもオファーを届けてたようだから、それでね、ハリも言ったようにアルテタがどうしても欲しかったっていうことなので、そこで取って、それでオリンピック戦いました、ワールドカップ予選もありました、もう少しデビュー遅くするのかなと思ってたら、と思うきたと思ったから、いきなり、だってもう、みんなで練習したのって1回ぐらいで、ゴールして1日半って言ってましたもんね、いきなり試合でね、このパフォーマンスを、で、イギリスの世界中のグーナーたちが、待てよ。今回の今シーズン6人に移籍の中で一番いいのトミーかもしれないぞっていうのがめちゃくちゃ盛り上がってるんですよね。あとインタビューで英語のクオリティが高いな、高い、どうしちゃったのって思うぐらい高いんだ、クオリティ高いです、スラングが使ってるんですよ。アーセナルに入団して移籍してどう思ってますか、 I'm buzzing って、今自分バズってるって、これ向こうのいわゆるそのネイティブしか使わない表現なんで、マジかって思うぐらい、誰か専門のなんかね、チューターをつけたんじゃないかと思ったんですけども、いやー嬉しかったですね。あとはその例えばこの間4バックでしたけども、ティアニーが弾丸としていくじゃないですか、そしたら、トミーは3バックの右側としてタックインすると思ったんですよ、それも知ったけど、ちょっと待って、ベン・ホワイトがトミー、なんかスクープスルーパスみたいなものを入れたりとかして、トミー上がってるぞと思って、こんな許されるんだっていうか、むしろドキドキ、興奮がかなり満開してしまいましたね。予想してますよ、予想してますよ、どうでしょう、野村さん、そのトミーがああいうふうに、まあ、サイドのポジションからブワーンってオーバーラップしたりとか、インサイドもオーバーラップしたりとか。僕もどちらかというと、ハリさんと同じで、まあね、ティアニーが左肩上がりで、ちょっと中にいて、変則の3バックと4バックとのうまく併用の中で、富安選手っていう考えで、あの位置なのかなと思ったんですけど、確かに、この、なんていうんですかね、まあ、そのインナーラップでインサイドが上がってたし、裏を取ってって両方できるじゃないですか。で、ペペが前にいてっていうところの関係性で言うと、もうね、結構日本の記事とかでは、富安ロールみたいに言われてますけど、そう結構そのあたりが、多分もうイン、
インテリジェンスとかもすごい高いと思うんですよ、うん、だからこの、まあ、技術もそうですけどチームとして自分がどこにいればいいかみたいなところがよく分かっている選手だから、うん、そういう意味ではうまく周りとの連携をあのプレミアリーグでですよ、うん、もう早速初戦から出してるから今後これがもっと慣れていくといろんなことがアーセナルの幅が広がると思うんですよ、うん、さっき言ったみたいにハリさん言ったみたいにもしかしたら最初から3バックっていう試合も出てくるかもしれないし、そしたらもちろんね、3バックの右もできるし、でも基本は4バックの右サイドバックで取ってますよってエド言ってますから、うん、まあ、そこの中でうまくこう、ゲームの中で変則的にやりながら、まあ、オーバーラップなのか、うん、それとも、まあ、インサイドから入っていくのか、結構中でボール受けたりとか、うん、中でうまく、うん、そのペペとの関係性、ペペ基本的に右じゃないですか。うん、で、これがまた右にサカが来た時に、じゃあどうなるのか、そうすると本当にちょっと3バック気味にも、ね、できたりとか、ってなってくると、ちょっと、ワクワクします。いろんなことできるな、うんうん、そんな風には思いましたけどね。インナーラップっていうのはあのスアレスにしても、うん、ベジェリにもしてもしてたけど、あの富安みたいにあのリスクかけたようなパスはなかったよね。縦にグッと塞ぐみたいなのはね、うん、はい、割と安全なの多かったけど、はい、富安その辺はね、デビュー戦早々やっぱり出してたから、うん、それでやっぱりリズムも出てくるし、あとパスの精度高いし、あのボロニアの時あのスペースに出すパスが評価されたんでしょ、はい、ミハイロヴィッチとかに、うん、であるんだったらアーセナルって割と前の方の選手たちさ足元で欲しがるんだけどさ、うん、富安のパス能力信じてさ裏取れへんよね、そしたらもっと光るんじゃない、うん、そしたらもう久しぶりに裏に突っ走るオーバメアンとか出てくるじゃないですか、ね、うん、いやー楽しみで楽しみで仕方ないです ね、うん、あと両足で蹴れるっていう、左足でサイドチェンジとか、はい、あのトップに当てることができるのって、うん、はい、申し訳ないけどチェンバーズとかできないんじゃないですか、できないね、うん、空中戦もこんな強いのかって言ったら、うん、もうセドリックもチェンバーズも空中戦勝てないじゃないですか、うん、正直、うん、最高の成績だと思います。そうですね、で、うん、これね、インタビューで両端に使える自分の、ね、長所の一つっていう話もしてましたし、あとね、言われたところはしっかり出るからフォワードでもって、ね、話もしてたから監督が言ったらどこでもやりますよっていう、うんうん、そのメンタリティもすごい評価されてますね。そうですね、うん、これでね、アーセナルはね、もちろん富安選手がいますけれども、女子の方では矢口選手がいました。なんか、あれ、何月かの、なんか全部のベストゴールね。ゴールオブザマンス。はい、アーセナルゴールあんま決めてなかったんで、最近。そういうところもあると思うんですけども、はい、で、左サイドから、うん、なんか昔で言うと、ジャンフランコ・ゾラみたいな、なんか巻くような、見事なシュート、岩渕選手決めてて、はい、うん、嬉しいですね、本当、ここまで、ね、日本人の選手が愛するアーセナルの一部になれるっていうのは男女両方、ね、うん、嬉しいです。連絡も取り合ってるみたいですかね。そうですよね、なんかねちょっと冗談っぽく言ってましたけど、ね、もしかしてインスタでアップされるかもしれないです ね、あの今マブダチのトミーと一緒にロンドンのパブとかで、まあ、パブってもでももう空いてますもんね、ロンドンとか。ロンドン空いてますもんね、はい、あね、ちょっと、ね、前までは何ですか、前が、ね、なかなか見えなかったかもしれないですけど、うんうん、少しどうですか、兆しが見えてきましたかね。ちょっとだけ見えてきましたけれども、うん、クリスマスまで、うん、クリスマスシーズン入るタイミングで、うん、もし14位15位とかだったらさすがにアルテタさん、ね、お疲れ様になると思いますけど、うんうん、でも次は誰にしようとしてるの、いや誰にするのか、誰がいいのかね。この間一回しっかり考えたんですよ、考えるとキリがないというか、もちろんコンテっていう存在いてもコンテは欲しいお金、うん、もう使っちゃったじゃないですか、そうだね、そういうビルドもできないし、うん、はい、じゃあ誰っていうと、うん、そうですね、ブレンダン・ロジャース欲しいですけどね、うん、ああ、そうか、ブレンダン・ロジャースね、そうな、そうか、若い、ね、タレント多いからブレンダンはいいかもしれないね、うんうん、なんかポッターさんも一応噂されてましたけど、なんかこう日本人のいろいろツイートとか見てると、うん、例えばあのドイツ代表をやってたレーブさんとか、はい、あとは、バルベルデとかの名前が結構上がってたのかな、うん、でもどうなんですかね、アーセナルってやっぱイメージがあるじゃないですか。もちろん美しいフットボールですよね、セクシーなサッカーっていうのはあるけど、そこを求めるより、うん、勝ちを求める時代が来てるんじゃないですかね、うんうん、ちょっとシビアですもんね、なんていうんですか、それこそチェルシー、トゥヘル来て、で、ペップがいる、クロップいる、で、ブレンダン・ロジャースもどんどん進化しているっていう、なんかこう、監督の進化が、こう少し前のプレミアって僕のイメージからすると、ちょっと選手がもうスーパーだから、ちょっと選手のお任せみたいなところもあったじゃないですか、それが、すごいスーパーな、ある意味、もういろんなもうフィジカルモンスターとか、もうテクニック、スキル、すごい選手たちの集まりを、さらに監督がうまくタクト振るうみたいな、で、こうなっちゃったらもう、
どうなるんだみたいな、それについていくためには、この会のチームもそうですよ、相当やっていかないと難しいのかなっていう、うん、そうですね、監督がある意味、カタリストにちゃんとなってるチームと、うん、なってないチームって、一目瞭然じゃないですか、うん、やっぱり見てみると。なので、ま、ここはいろいろと今、マリオでいうと今、若干スーパー状態になってますよね。うん、星取っちゃったよ、はい、マリオカートで星取っちゃった状態で、我々は、ね、まあまあまあ、うん、完全にこうなってますけども、うん、ちょっと今、どうなのかなっていう。ね、うん、その方法論でね、勝利の方法論みたいなので、うん、どうしても劣るからね。うん、だから、その方法論がすごく優先されちゃって、なんか堅苦しくなってる気もするんで、方法論なんか持ってないチームが勝っても面白いなと思ってるけど、うん、そんなにプレミアリーグは甘くないと思いつつね。うん、何がいいか分からないじゃないですか。このまま行って優勝する可能性もあるし、うん、チェルシーの場合、たまたま今うまくいってるから、うん、ランパードを解任したことが今、まあ、良しとされてますけど、うん、そもそもはレジェンド切ってるわけですから、はい、うん。そうですね。でもレジェンド切ったことによって、まさかのまさか半年後には CL 取っちゃうっていう。うん、分からないですね。あれ、チェルシーファンとしてどうだったんですか？だって、ランパード一応レジェンドじゃないですか。そうですね。ただここが、まあ、難しいところで、そもそも最初に監督をした、ある意味被害者だと僕は思ってるんですよ、うん、ランパ、はい、そもそもまだ早かったんですよ、はい、それこそだってビエラは今すぐやらないんですよねそうですねっていう、ね、あれでなんかもう結果出してきたら最終的にビエラとかやったら本当は一番いいですよね、うんうんうん、もうちょっと、もうちょっと待って本当やるところをうまいことこうチェルシーの場合はお金が使えないところをうまいことランパードに全部なすりつけてそこのところうまくやってくれてまあ、ちょっと傾いてきたらもうスパーンと変えたっていう、うん、ある意味非常ですけど、うん、もしかしたら勝つっていうことだけを考えるとそういう経営者は分からないですよ、ビジネスで言っても必要なのかもしれないってこう分からないですけどね、まあ、そういう話で言うとアースさんが一番必要なのは本当サッカーを愛するファンを愛するやっぱオーナーなんじゃないですか。今回たっぷりとお金使いましたけど、うん、どっから来てるお金か分かんないしね、うんうんうん、そうですね。コメンキーはだって本当一番好きなのがサッカーなのか野球なのかアイスホッケーなのか分からないじゃない。いやいやサッカーじゃないと思いますよ、ね、特にお父様の方は、ね、息子の方はそれなりにアーセンに対しての思いがあると思うんですけども、うん、ちょっとお父様は一回ねエミレーツに来た時にどっちがアーセンなんだって聞いたっていう噂が前ありましたけれども、うん、あまり愛情は感じられませんよね、うん、やっぱマニーメイキングビジネス、うんうん、スーパーリーグのこと考えるとそのちょっと思うようになってしまいますけれども、ね、ただこんなお金出したのね、うん、どこから来てるか分かんないですけども新しい時代が来るでしょう、うん、そう信じて信じたいです、ね、はい。でも使ったものをどこから回収しないとね使ったことがね、でもなんか回収できるなんかベンさんがよく言ってるんですけど、うん、みんな分かちじゃないですか、うん、ゆくゆく売れるじゃないですか、うんっていう、だからある意味、投資的な感じって、そういううがった見方も、だからそうなっちゃうと、もうあれ今強くするんじゃないんですかみたいな、うん、そうですね、話じゃないです。まあ、大事、経営としては大事ですけどね、それはゆくゆくっていうことを考えて、若手を取るっていうのは大事ですけど。売れる選手が売れてなかった。そうね、売れてないよね。ウィロックぐらいだけじゃないですか。うん、エンケティアとか、うん、それこそ、右サイドの、オランダに行っちゃった、ネルソン、あ、ネルソンとか、まあ、何かいるじゃないですか、うん、他に行かせた、うん、それで45億ぐらいいけるかなと思ったらね、こういう状況ですから、ちょっと重いんで、その辺がね、だからその辺やっぱスリム化、うん、経営のスリム化っていうのをしなきゃいけないから、ある程度の構想に入ってない人は、アーセナルの、考えてる値札じゃないんだろうけど、うん、少し下がったとしてもね、解き放してやって、うん、本当はそうだね、うん、本当いいとは思うけど、うん、チームのモチベーションを考えると、ね、うん、でもやっぱムスタフィエイジルあの辺りがいた時と比べると、うん、ちょっとはスリム化できたんじゃないですか、なかなか今このコロナの状況の中では完全なスリム化って難しいじゃないですか、全員がねうまく出したい時に出せる状況じゃないから、うん、こことうまくちょっと付き合いながらやっていくしかないですよね、うん、そうね、うん、そうですね、ということですみません長くなってしまいましたけど、いやいや、はい、たっぷりと語っていただきました。見にくいタンクトップ姿は申し訳ございません。何をおっしゃいますか。愛が伝わってきますね。すいません。これからじゃあもうみんな切磋琢磨で、もっと本当にこう今一時期ちょっとビッグシックスだったのが今ビッグ4みたいに言われたりもしますけども、これはもっとこのビッグシックスどこじゃなくてもっといろんなチームでこうぐちゃぐちゃになるぐらいな感じになっていくのが一番楽しいですよ、うん、そこでね、うん、優勝できるのが一番本当はいいんですけど、うん、どうなるかですね。まあ
監督のいい監督の取り合いはまたまだまだ続くし、うん、で今以上にいい監督がその金銭面考えるとプレミアに傾くかもしれないし、うんうん、そうなるとそのビッグ今の新ビッグフォーの構図またすぐ崩れるしみたいなのね、うんうんうん、そうですね、うん、ということで今回は2回にわたりまして、はい、杉山さんにお越しいただきましたけれども、どうですか、今回初めてこの我々のサッカーキングのプレミアリーグ深掘り解説動画に来ていただきましたけど、なんか夢のまた夢じゃないですけれども、ずっと家で皆さんに YouTube 動画見させていただいたりとか、もうイギリスのメディアのポッドキャストとかもう毎日聞いてるんですよ。家帰ったらとにかく BBC のポッドキャストを聞いたりとかしていて、はい、そういうランニングの最前線に入れるっていうのはつまんないかもしれないですけど、めちゃくちゃ僕は嬉しかったです。シンプルに嬉しかったですし、うん、やっぱ本当はね、ここにビールがあって、うん、そうあそうですね、でロンドンのパブみたいな、はい、まあ、イギリスのパブみたいな、はい、でフィッシュチップスあったりとかして、で皆さんと一緒に飲みながら試合観戦して、はい、ぐだ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 話すのが一番したいんですけども、はい、そういう日を夢見ながら、はい、そうですね、ぜひそういう会にお越しいただきたいです。またアーセナル戦でちょっと観戦会みたいなやつを、あ、ちょっとチャンピオンリーグでやらせてもらったんですけど、はい、それのアーセナル版をぜひね、やっぱりアーセナルファンの方がいないと成り立たないんですよ。超やりたいですそれは、うん、チャンピオンズリーグの時は浮かれやがってたあ、いや抑えてるんですよ、かなり抑えてるんですよ。決勝はそっか2人で、2人でですよね、はい、でも俺がシティ側にいたぞおかしいじゃん。でもさ、まあまあ、うん、ちょっとバランスを取ってみて、意味が分かんないですよね俺いくら野村君がチェルシー、じゃあ俺がシティってわけにいかないもんね。普段の検討感変なことになっちゃいますよね、うん、そうですね、あ、やっぱあの時嬉しかったですか。嬉しかった。そうだったね、やっぱ声のトーンがどん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 変わっていく、うん、これ以上上行くことはあるんですか、ご自身のそのテンションというか。テンション、あ、でも多分一応リーグを押したら、はい、うん、そう、あ、でもそうですね、でもな、まあ、でも、まあ、ある意味ちょっと、まあ、一発勝負的なところもあるじゃないですか、チャンピオンズリーグって、はい、これはしっかりとこうなんだろう、リーグをこれだけのプレミアリーグの中でしっかり取って、さらにチャンピオンズリーグみたいになったらもう、うん、あんですけどね。そしたら今田さん何します、あれ出た出た、それリネカーじゃないんだからそリネカーみたいに毎日面白くなりませんかね。よくもう北川さんも今パンチパンチ言ってますからね、パンチか何なんだっけ、ちょっとお腹やめ、でもちょっと痩せたんですよ俺でも、ね、あ、そうなんですか。そうなんですよ、今ちょっと数値がねあまり良いの、良くないのでちょっと食事制限とか動きがちですか。あ、そうなんですよ、あ、もうこの年になってくるといろいろ出てくるんですよね。もちろんです、もちろんです、僕もそうですって、うん、ということでありがとうございます、はい。せっかくですね、前回もねちょっと告知していただきましたけど、改めて告知がありましたらハリーさんお願いします。はい、そうですね、改めて、J リーグのオフィシャル YouTube J リーグマンスリー、英語で J リーグの魅力をショーン・キャロルさん、ジャーナリストのショーン・キャロルさんとたっぷりとお話しさせていただいてます、J-WAVE のポップ・オブ・ザ・ワールド、朝6時ですね、土曜日、長濱ねるちゃんと一緒にねサッカーに関する話もたっぷりとさせていただいているので、これはもうアーサーだけっていうわけではなく、それぞれのチームの魅力的な選手とかも話させていただいてますので、そちらの方もチェックの方お願いします。あと毎朝ノンストップやってます、月曜日か木曜日フジテレビよろしくです、お願いいたします。カズさん何かありますか。多分 今頃後でスタッフがやってくれてる、はい、大体これスーパー処理でございます、はい、そうですね、はい、ここにカズさんの大体 何か突発的なことがあったらスタッフに連絡するというふうになってる。あ、そうですね、はい、うん、はい、大体カズさん月に何本ぐらいですか、コラムなど。カズそうだ、15、20、うん、はい、ですのであるよ、ネタを探せば、ネタ、うん、本当にあれ主審のコラムとかありますか、グラのマリナーさんとかあなたやるそろそろまたやるか聞きたいまたいろいろなのが出ると思いますので、ぜひ楽しみにご覧いただけたらと思います。やっとプレミアリーグあれ副審も顔との前一致したよ全員。お、そう、副審前ですか、うん、やっと一致した、うん、あ、女性の女性も含めてレディーの皆さんも、うんうん、いいですね。だからなんだって、ね、癖ありますから、ね、そうなので、いろんな取り方が、うん、ファールの取り方とか、うん、
私のいつものようにですけども、ダゾーンのフットボール、タイム、そしてプレミアリーグフリークスなどやっておりますので、ぜひご覧いただけたらというふうに思います。今度は日向坂に入るんだろ？はい。入るんだろ、日向坂。中に入れてもらえるんですか？入れてもらえるんですかね。ベイさんと仲良くやってるんですか？あ、ベイさんと、はい。仲良くやってます。はい、まだ2人になったんで、はい、トントンタウン加入のファンに加入してくださいっていうことまだ言われてませんか？トントンタウンじゃないですか。ね、そうですね。大好きですからね、うん、地元グラブですから。はい、うん、今、7部ですからね。7部ですね、はい。これね、間違えると怒られるんで。7部です。この間なんか8部のみたいなの書かれてて、あ、7部ですって。はい、ということでございます。うん、はい。ただ今回ですね、ハリーさんに来ていただいて、初めてご覧になっている方もいらっしゃると思いますので、ぜひチャンネル登録など、あと高評価いただけたら助かります。ありがとうございます。お願いします。でハリーさんまた来ていただけますかね。 Yes please。 もし呼んでくださったら大至急、うん、一番大切な仕事として、うん、他の仕事全部かっ飛ばしてるので吹っ飛ばしても来たいです。すいません、よろしくお願いします。ありがとうございます。では今後ともどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。スペシャルゲストハリー杉山さんにお越しいただきました。ありがとうございました。 Thank you。 Come on up, ではそれでは今週はここまでということで、はい、ではさようなら。バイバイ。